ふらふら浪人してたわけですけれども、その浪人してでもね、あの一人でまあいろんなところを歌いに行ったりしてたんですけど、探してますという歌です。この歌はね、私のあれ、あの弟がいるんですけどね、弟の友達が組んでたバンドでね、ETC というバンドがあったんですけどね、中島俊之さんとかね、木村克之さん、小内恵子さんとかね、組んでおられて、でその後そのバンドがですね、中道寺スーパーダイナミックバンドというふうに、変わったんですけど、おそらくこの ETC の時に歌っておられたんじゃないかと思うんですけどね、作詞がですね、服部澄江さんかな、作曲が中島俊之さん。中島さんは今チャーシューバンドでね、組んでね、ブルースの、あのリードギタリストとしてね頑張ってはりますけどね、一時期ね、USMA という歌の好きなもんの集まりというグループがあったんですけど、その中で大変ヒットした曲です探しています。人の心が見えるメガネをどこかで売っていませんか。この頃急に目が不自由になってしまって、思いを断ち切るハサミをどこかで売って心の糸がもつれちまって、探してますという歌なんですけどね、私たちはメガネメガネって言ってました